まだまだ続くよ。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。トリート。10月はディズニーチャンネルとディズニージュニアでハロウィンのお話をたくさん楽しんじゃおう。10月2日はディズニーチャンネルハロウィン。びっくりした。怪物と対決するダックテイルズや不思議の国アンフィリアはポーリーが恐怖の大変身。ダメ、何も起きない。10月9日はディズニージュニアギャオーハロウィン。ハッピーハロウィン。ミッキーがギャオー、バンビリーナもウサギの仮装でギャオー。ウサギだ。さあみんなでハッピーハロウィン。ディズニーチャンネルムービー。立ち入り禁止だ。地下室で見つけた秘密の本から。なんで鍵なんかかかってんだろう。なんと開いちゃダメ。伝説のモンスターたちが飛び出した。ダメだ、逃げなきゃ。狼男にゾンビまで。一気に捕まえよう。果たして彼らの運命は。ユースバンプスモンスターと秘密の書、ご覧の時間で放送。ディズニーチャンネルムービー。ロックスターのシマリス3兄弟、シマッピーズ。じゃあ行くぞ。アルビン、サイモン、セオドア。俺たち超すごいぞ。スターの日常はノリノリで、はちゃめちゃアルビー。びっくりの連続。新番組アルビン&シマッピーズ、27日昼3時30分から4話連続放送でスタート。サルファースプリングスもきっと楽しいぞ。父さんがトレモントっていうホテルを直すんだって。あのホテルに住んでるの？聞いたんだ、このホテルが呪われてる。あなたが見るのもきっとすぐ。嘘でしょ、見て、本当にいた。その謎を解け。こんなの信じられない。ドラマシリーズサルファースプリングスの秘密、10月2日昼1時30分から4話連続放送。またまた始まるよ。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。どこから聞こえてくるの？ジュマンジ。それは封印されたはずの呪われたゲーム。プレイヤーは4人だ。僕たちはゲームを始めたんだ。だからそれを終わらせなきゃいけない。武田景色襲い来る。どうしたの？動物の暴走だ。一度始めたら最後、ゲームの世界と現実が混ざり合い、悪夢が始まる。大丈夫？真ん中にいて絶対にあれに触るな。呪縛が解き放たれた時、プレイヤーが隠れる場所はどこにもない。サイコロを振れ。動くな。ゲームの大暴走を終わらせろ。ジュマンジ、10月3日日曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。あなたはアバロン王国を守ることを誓いますか？誓います。王国の平和はエレナにお任せ。命がけのすごい冒険に行くんだ。プリンセスなのに行儀が悪い。さあ行くわよ。大変だ、モンスターに悪い魔法使い。この不思議な世界で早く逃げて。あなたを守るのが僕の仕事だ。みんなを守るのが私の仕事なの。勇気を武器にエレナ、プリンセスは立ち向かう。いつか立派な女王になりたい。面白くなりそうだな。アバローのプリンセスエレナ、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。新人のお出迎えをして。なんとキャンプ聞き分かり。来て、キャビンを案内する。じゃあそうする。新メンバーがやってくる。キャンプって楽しいね。起きろ。新メンバーとますます大騒ぎだよ。うわ、飛んでるよ。驚きがいっぱい。サプライキャンプ聞き分か、ご覧の時間で放送中。ディズニーチャンネル。そのドアには触れてはならなかった。うわ、何なのこれ。私はイーダ、アウルレディだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの？
侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーションアウルハウス、ご覧の時間で放送。ディズニーチャンネル、またまた始まるよ。不思議の国アンフィビア、ディズニーチャンネル。この後は今日も都会っ子たちのサバイバルキャンプが始まる。どうもありがとう。キャンプ聞き分か、この後すぐディズニーチャンネル。